スタントラーメンの紹介ばかりするの、なぜなぜ。まあそうやな。美味しそう。ラーメン兄弟。先にお湯を沸かすっていうこのこれをしとかんの動画がね、スムースにいかんの。慣れてきましたね。うるせえよ、インスタントラーメンしか作ってねえんだよお前、 YouTube で。慣れてきましたねとか言いながらもう取り終えないんだこいつ。いやマジか、行かれどうぜ。だってカメラの動きがだってもう追っとるもん。それがお前のやり方か。またぐなよ。お前これ選ばれたものしか買えないんだぞ。ラーメン屋なのに、はい、インスタントラーメンの紹介ばかりするの、なぜなぜ。何え、今流行ったよ。何 YouTube 気持ち悪い。何今の。え、何今の。え、何今の。え、なぜなぜ。気持ち悪い。気持ち悪い。知らんのお前。ちょっと知らんよ。知らない方が恥ずかしいです。いいよ別に。全然俺恥ずかしくないもん。なぜなぜ。気持ち悪いな。やめろ。知らない。知らないよ。女子高生とかやれよ。なんとかかんとか。なぜなぜ。なぜ。やめろ。ちょっと待てほら。俺だって有名になりたいよお前。ラーメンは背脂と牛乳混ぜて飲むの、なぜなぜ。やめろ。やめろ、飲まんことよ。なんで牛乳と背脂混ぜてんの。ちなみに、あの麺屋みちのチャンネルは切り抜きって OK なんですか。勝手にしですよ。え、ファンの方が勝手に切り抜いて投稿してもいいんですか。勝手に切り抜いてください。切り抜くなり抜くなり勝手に見るなり焼くなり抜くなり何でも言ってください。切り抜けよ。なぜなぜ。やめろやめろ。今のもう切り抜けですね。やってみろほら。やってみろほらほら。やめんな。ちょちょ、まだ紹介してない。俺がちゃんとはいって言ってやらんけ。違うよ、勝手に取り寄ったよ。オフショットだろ、はい、グラビアで言う。もう2分経ちました。2分経った。やってんな。何ですか。麺屋桜井。麺屋桜井やね。今日見たかや。じゃあ行きますか。行きますか、ね、あいつもう雑やん。なんか最近情緒不安定なキャラになってねえか俺。先月ぐらいから、うん、知らねえぞ。やりっぱなすからな。あとは編集と切り抜き任せるよ。え、切り抜きで収益が発生しても、はい、こっちには送らなくて大丈夫。それは監督に言ってください。俺は分かんないです。じゃあ別にもうそれはもう切り抜きで派生でも 100% 還元で、はい、いいんじゃないですか。行きましょう、はいはい、じゃあ皆さんそれで儲かるわけないもん。いや、わかんないですよ。あ、それ儲かるわけないよ。ないですよ、そんな甘くない。素材はいいですからね。素材はいいかもしれない。でもそんな甘くない。素材いいのか。あ、わかんないですよ。明らかです。俺次第。いや、もう俺の最近で言えばもうこのインパクトでこっちやろ。いやいや、もう髪の見通しでダメ。お湯沸いてます。さあ行こうか。はい、これもすぐ入れていいのかな。あー、ちょっと今日は取れ高がありますね。本当、はい、全然わからんちゃけ。お前が勝手に振ったけやろ。やっぱなぜなぜ聞いたっすね。聞いたじゃねえよ、知らねえよ。聞いたかどうか。液体スープをよく絞り出して直前にって書いてないっけね。じゃあ直前でもいいじゃないの。そうだ、3分もかかるんだ。カップラーメンといえば3分ですよね。いや、そうよ。いや、でも美味しいのは5分って。いや、だけこれを覆してほしい。いやいや、もうないよ。なぜなぜで終わり。なぜなぜ終わり。なぜなぜって誰が流行らした。多分女の子じゃないですか。多分20代前半らしいよね。JK のなんとかなぜなぜ3つみたいな。あ、わかるっす、わかるっす。知らんねん、俺のショートに出てきたよ、勝手に。でもなぜなぜでショート取りますか。はい、ラーメン屋のなぜなぜ。はい。いや、考えたもん、お前は。へぇ。あ、いいや、もうクラッタ大賞にやらせよ。クラッタ大賞がなぜなぜする。クラッタ大賞なぜなぜ、えぐいね。えぐいっす。いや、分かった、クラッタ大賞考えたのはこっちでやるわ。キャラ的にクラッタ大賞なぜなぜしたら、もうチャンネルが崩壊するけ。俺やってやるよ。俺副会長だ、令和維新会の。な、やっぱ時代の流れに乗らんとですね。俺にそういうのやらせるの。終わりばい、それ。なぜなぜとか。いや、やりよって。え、やりよって。いやいや、それはもうコピーしただけ。誰かがさっきの動画切り抜いてくれますよ。切り抜かんわ、暇人やねんか。もう、今、中学生とかでもできるし。今もう、普通に中学生でも編集してます。え、何、切り抜きの公認って、公認がいるの、トップになるの。いや、なんかコンテンツ ID っていうのがあって、それに登録したら勝手に切り抜かれても収益が博多ラーメン兄弟に入るように設定ができるらしいんですよ。でもなんかさ、そういうのはさ、もうちょっと面倒くさいけど、その人により、はい、その人切り抜いたらね、はい、俺は会いたい、木村魚拓に。どうしたんすか。いや、まあどうしたんすか。いや、俺も思う。急になんか話は飛んでる。この3分思いを伝えていいんでしょ。会ったことない人とかに。木村魚拓に会いたいです。僕エロいです。
かも。じゃあ木村魚拓に会いたいです。エロいです。エロくなくなったら終わりだよ、死ぬ時だよな。そうね、なめんなよ、あんまり俺のこと。ほらあっち待っていけ。俺待ってっから。ほらあっち待ってっから。お前をずっと待ち続ける。お前を聞いてっか、アキラ。俺はお前待ち続けたぞ。おい、まあそうやな。うそー、バッグン、ピッチ、うっす。薄ってなんだ。ちょっとあの薄々感じだけど、これが世に流れると思うと怖えなと思って。いや怖いよ、やっちまったなと。今更すね、今更。なんで俺なぜなぜし、いや知らんよ。大体そうや、古森もぐやったわ確か。そうだ確か古森。いや違う、もう始まってる。そうか。じゃあ東京三鷹麺屋桜井さん監督のジュル醤油ラーメンいただきます。合唱いただきます。いや柔道部感強すぎない。この間平塚来たらしょうがない、それになるよ。そう、うまそう。あ、でもすごいいい匂いする。これはやばい。これは来てるよ。うん、あ、おいしい。ちょっとね、甘い感じがする。ほんと、うん、匂いも確かにちょっと甘かったもんね。正直言っていい、うん、最近さ、うん、インスタントラーメンよう食べるやん、うん、結構好きになってきた。インスタントラーメン自体。いやマジ、お湯沸かすだけでこの感じがね、うまい。すごいね。なんかそのまあこれを食べに行きたい、東京に。あ、そうね、どこまで再現したのか違うのかね、うん、いや香りはマジですごい。香りすげえ食いにきいな。自分が食べてる時カメラ近づいてくるの。なぜなぜ。もうやべえ。ハマったよね。なんやろ、うん、なんか独特の雰囲気もちょっと。そのなぜなぜ。お、攻めるね。肉食べたらおいしい。あ、ここあれやね、カップヌードルと同じ謎肉の味にせん。うん、似とる。正直肉食べてなかった。共食いやけね。なんだなんだ、食べてみて。マジマジでカップヌードルじゃね。うん、に近いね、うん、近い。まあまあ違うかもしれんけど、もうまあもろ、うんうんうん。もうあの、あんまりあれやったらもうカップヌードルの闇暴いていってもいいけ。なんなん、闇があるか知らんけど。知らん、光しかない。これ見てつくな。いや、うまいわ。おいしい。でもね、もうちょっと気持ちいい麺に乗ってほしいね。うん、ぶさくなってきたね、俺もインスタントラーメンに。なんでインスタントラーメンにこんなマジになるよ。ちゃうのマスターだから。わかるか。いや、あれマスター、俺はラーメンじゃない、インスタントラーメンマスターだ。マスターどうすか。うん、だからもうちょっと麺に絡んでほしい。あ、うん、でもおいしい。スープうまいね。うん、スープと香りをする。やばいよ、インスタントラーメンに文句言い出したらもう終わりばい。あのテレビに向かって文句言う親父と一緒よ。うん、うまい。ちょっともうちょっと欲しい。スープうまいなこれ、うん、めっちゃ好きなやつこれね。いや、もうインスタントラーメン好きな、うん、熱い、うん、いや熱いよ、うん、熱い。よし、もう大変しよう。ごちそうさまでした。あと2食食わないかっけ。なんか天空から取り出したの。なんなんすよ。俺らを上からこうね、うん、上目遣いのなぜなぜが欲しいない。もういいって、もうなぜなぜやばいけ、やりすぎた。やりすぎた。キャラじゃねえ。いやいや、もう俺のキャラが崩壊したよ。あれが世にずっと残り続けるじゃろ。いや、残り YouTube が崩壊するわ。本当。死ねえぞ。アキラのなぜなぜやばいや。いや、俺死なんちゃき。いや、合唱。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。急にそんなサイト困るよ。これはもう今から決定なんで。決定なんで。はい、いや、まあ本当に美味しかったね。うん、あ、食べやすい。食べやすい。香りがすごいね。さっきの、うん、何、煮干しもそうやけど、うん、多分ね、香り大事にしとっちゃうね、ラーメン屋さん。もうちょっと麺に乗ってほしかったね。生意気なこと言うな。あ、気持ち。うん、じゃあ、閉めますか。じゃあ、それでは最後に、麺屋桜井の地鶏醤油ラーメンのファンの皆さん、愛してまーす。お、俺や、俺やねんか。じゃんけんぽい。おー、パー出したの。なぜなぜ。目がやべえ、目がやばいってマジで。ギラついてる。なんで離れていくのお前。なんなんや。